認定 NPO 法人、まあ、いわゆる NGO ですね、難民を助ける会 AAR ジャパンの、穂積と申します。お手元に私ども の, 団体 の, ご紹介とチャリティーグッズとかパンフレットなんかもお配りしましたので、ぜひ後でお時間あるときに見ていただければと思います。さて、私はその意味では今日ご登壇いただく先生方とは違いまして、先生でもないですし研究者でもないんですが、で海外の現場で、まさに人道支援、ということをやっているという実践者でございます。ただ実践の中ではやはり問題がそこにあって、それをどうやったらその問題を解決できるんだろう、いい方向に持っていけるんだろうと一生懸命考えて試行錯誤しながら取り組みをして、でその取り組みをどうやって地元の人たちに残していけばいいんだろうということを悩んでいるという意味では、研究者の方々と全く同じかなというふうに思いますので、そういった点からご覧いただければというふうに思います。今日のテーマは地雷に負けない社会を作るということなんですが、この中で、本物の地雷を見たことがある、もしくは触ったことがある、手に持ったことがあるという方いらっしゃいますでしょうか。もしくは私は実は地雷を踏んだことがあるという方いらっしゃいますでしょうか。いないですよね。そんなわけないだろうみたいな感じの表情がちらほらと見えますが、はい、よかったです。はい、日本でこういう問いかけをすると必ずこういう感じの雰囲気になります。そんなことないだろうと、はい、ただ世界にはこれが冗談ではできない国がいっぱいあるんですね。実際に手が上がってしまう国がいっぱいあるので、それをどうしようかというのを私たちやってるんですが、まず最初に私の簡単な自己紹介をさせていただければと思います。私は大学では外国語を勉強しまして、で新卒ですぐ政府系の援助機関に入りました。でそこで10年勤めまして、いろんな仕事もしました。でその後、10年やってちょうど区切りもいいかなと思って少し仕事を離れまして、国内の大学院で、好きな勉強をして、でそのうちにこれは何か仕事をしなきゃいけないということで、じゃあ何を仕事をって言った時にやっぱり国際協力の世界に戻りたかったんですね。で政府系の方の援助の世界はなんとなく分かっていたので、この先はちょっと民間の視点に立った NGO の仕事をしたいなと思って、今の AR ジャパン難民を助ける会に入りました。現在はアフガニスタンですとかパキスタンですとかそういったところで、地雷問題ですとか、障害者支援難民支援というところの、事業を取りまとめておりますし、また組織全体の、総務人事のような仕事もやっております。AR ジャパンですけれども、今年と来年実は AC のキャンペーンをやっておりますので、もしかしたら皆さんの中にここ今出ているようなポスターですとか、CM もテレビの CM も流れておりますので、ご覧になったことあるかもしれませんし、まだそんな見たことないという方はまたこれを見たら今日の話を思い出していただければなというふうに思います。さて早速その地雷なんですけれども、地雷って何でしょうか。地雷って日本の中には存在しない、大変幸いなことなんですが、日本の中にはない問題なんですね。ただ地雷っていうのは言葉としては大体皆さんお分かりになっているかと思います。地面の中、中に埋まっているっていうイメージがありますけれども、必ずしも埋まってなくてもいいんです。地面の上にポコッと置いてある場合もあります。 でそこに何かしら人とか物、車とかが、接触するして、反応するように作られているんですね。直接上に踏んだら爆発するっていうのもありますし、なんかワイヤーみたいなのが貼られていてそこに引っかかると爆発するというようなものもあります。ものすごいいっぱい種類があります。数百種類あると言われています。ここの写真に出ているのもその一つで、これは本来この、円筒形の部分は地面に埋まっています。で上のトゲトゲの部分にワイヤーをつなげまして、でそこに引っかかると中に入っている爆発物の部分がボーンとだいたい1メーターぐらいの高さで飛び出してくるんだそうです。で空中で爆発するんですね。
で空中で爆発して、中に細かい金属片が入っていますので、それで殺傷能力を高めるというちょっとタチの悪い、これものです。他にもいろいろありまして、この左側の写真は、まあ、ごくオーソドックスな踏むと爆発するタイプ、右の羽みたいなのがついているのは、これは飛行機からばらまくタイプですね。羽がついているのでゆっくり地面に着地するようにできています。だからそれを後で地面に落ちたのを拾ったら爆発してしまうという、まあ、埋める手間暇すら省いたという非常に物臭な爆弾です。でこれは実際のものはこれぐらい大きいです。これは人用ではなくって対戦車用車両用の地雷です。人用はこんなちっちゃいんですね。でだいたい5キロの力がかかるともう爆発してしまいますので、ちっちゃな子が乗っても確実に爆発するようにできています。で対人地雷と呼ばれるこの人をターゲットにする地雷が問題だと言われてるんですが、なんか変だと思いませんか。兵器っていっぱいあるじゃないですか。鉄砲もあるし戦車もあるしミサイルもあるし、なんで対人地雷だけがまずいと言われているのか。理由がございまして、一つには地雷っていうのは戦争が終わってもずっとそのまま誰かが掘り出さない限りは残ってるんですね。で、しかも残ってる爆弾の上に本来はその敵を相手にターゲットにしているはずなんですが、やれやれと戦争が終わった後を思って帰ってきた普通の子とかおじさんとかおばさんとかが乗っかっても爆発するんですよ。そういう無差別な無性兵器であるということと、当然ひどい怪我を負います。でここにも足がなくなった地雷被害者の方の写真が写っていますが、こんな感じで対人地雷はちょうど手1本足が1本飛ぶぐらいの火薬が入っています。で地雷ってやっぱりすごい怖いんですね。地雷の問題がない日本でこの地雷の怖さを伝えるって一番難しいところなんですが、皆さんパッと見てここで何かまずいものがあるって分かりますか。普通の景色ってこんな感じで見えると思うんですが、パッと見て分かりますかね。これ実際に私たちがアフガニスタンで使っている教材です。で、はい、答え言っちゃいますが これだけあるんですね。ほとんど分かんないんですよ。実際のところは非常に目に見えない恐怖なんです。でこれは大変だと、やはり地雷についてはちゃんと何かしなきゃいけないというのはもう、そういう地雷がいっぱい埋まっている国ではきちっと言われていますが、地雷対策ってじゃあ何をやったらいいのっていうんですが、一つには分かりやすいところでは除去、埋まってるんだから掘り起こせですね。それからやはり地雷がどんなところに埋まっていて、じゃあそういう地雷を踏まないように、うっかり踏まないようにするためには何に気をつけたらいいのか、不発弾とかが起きているところを本当に見てしまったらどうしたらいいのかっていうのを教えるということ。それから実際に地雷を踏んじゃって幸いなことに生き残った方々は残りの一生障害者ですから、これはその方向で何かちゃんと支援を続けなきゃいけないっていうのはあるんですね。これ3つがトータルのパッケージになって初めて意味のある地雷対策だというふうに言われています。で今不発弾と言いましたが、地雷対策って本当のさっきの冒頭の純粋な地雷だけがターゲットになるわけではなくって、他にもやっぱり厄介なものがいろいろ残っているんですね。不発弾とかいろいろあるんですが、でこれがいわゆる不発弾です。日本でもこれは時々ありますね。地下鉄の工事してたらこんなものが出てきたみたいなので、周囲1キロがわーっとこう出てけっていうことになるじゃないですか。あんな感じのがもうゴロゴロあります。それからERW っていうのは要は戦争が終わって使われないまま残っちゃっている爆発物のことです。ですからここにはなんか大砲の弾みたいなのが映ってますが、もっとちっちゃい鉄砲の弾とかそういうのもここには含まれます。それからこれは最近問題になっている IED というやつですね。即席で作られた爆発物です。で地雷問題まだ全世界で1年間に3000人以上の被害者が出ています。3000人というと時々交通事故よりもはるかに少ないからいいじゃないかみたいなことを言われるんですが、問題は数の大小ではないんですね。地雷で死ぬ怪我をする人が年間3000人もいるという事実自体が問題なのであって、数の大小が問題なのではないということです。
で、地雷問題は実は NGO、我々みたいな NGO がすごく頑張ってきた部分でもあります。で、国連でちゃんと話していたんですが、なかなか結果が出なくて、もっとちゃんとしたルールを作れって言って、ようやくこのオタワ条約っていう対人地雷の禁止条約ができたんですね。NGO の働きかけによって作られた国際条約です。で、オタワ条約で対人地雷はもう使っちゃダメ、持っちゃダメ、それから作っちゃダメということになっていて、これ全世界で162カ国がこれにいいよって言って参加しています。で、これがその、参加している国の地図です。赤いのが参加している国々、グレーがまだ参加していない国です。グレーはほとんどが大国だということがお分かりいただけるかと思います。で、この国際条約ですけれども、やはりちゃんと成果を出しています。多くの国でもうそれまで持っていた地雷全部なくしてしまいました。ただ先ほども言いましたように、多くの国の大国が参加していないと。で、じゃあ AR 現地で何やってるのか。先ほど言った気をつけてねという趣旨の教材を作って、子どもたちに、教えて、それをノートにして配ったりしています。で、また現地で実際に見つかるものを原寸大って言ってるような、そのポスターに原寸大で印刷してあるんですね。これを見せながら やったりしています。それから紙芝居でストーリー仕立てにして、教えたりもしています。それからこれがうちの一番の特徴なんですが、映画を作ったんですね。アフガニスタンで地元の俳優さんを作って、ストーリーをちゃんと作って、映画を作りました。それで、いろいろな村々を回って子どもたち集まってもらって、それを見せる。で、見せて、うち の訓練を受けたインストラクターが実際に地元の言葉で教える。で、さらにアフガニスタンとか男女が非常に分かれているので、女性にも伝わり、お母さんたちにも伝わるように女性チームを作って派遣しています。そして、我々のチームだけでは人数すごい少ないので、地域でそういうことを教えられる人たちを育てようということで、地元の先生とか宗教指導者なんかに指導者になってもらっています。で、一番困るのはこれがちゃんと伝わってるかなということを確かめるということなんですね。なので、この教室をやって、そのすぐ後と、それから何ヶ月か経ってからもう一回出かけていって、同じ質問をして、教えたことがちゃんと記憶に残っているかなっていうのを確かめるということをしています。地雷を取り除く方は、これはうちの団体直接はやってませんで、それを専門にやっている NGO が別にあるので、そこと提携してやっています。それからこれから力を入れていきたいのは、むしろ障害者支援の方です。アフガニスタンではまだまだ障害者っていうのはもう見えない存在なので、まずそこから手をつけなきゃいけないんですね。なので、今後の課題としましては、その先ほど言った即席爆弾っていうような、これ最近非常にアフガニスタンで被害者が増えています。こうした新しい恐怖、これに対応する形で教える内容を変えていかなきゃいけない。ただこれは下手すると自分たちに危害が及ぶので、そこはすごく気をつけなきゃいけない。それから地域でそういう地雷問題とか、地雷の被害に遭って障害者になった人たちを支えていける仕組みをなんとか作れないかということで、頑張って、これからそっちの方を地元の人たちをもっともっと巻き込んで、やっていきたいなというふうに考えています。そしてそのやはり、地雷の被害者、それを含む障害者っていうのはやはり地域で一番、脆弱な存在ですので、そういう人たちを守れる社会で、その障害者の人たちの仕事とか学校とか、そういうところを全部面倒見られるような仕組みを作りたいなというのが私の個人的な夢でもあります。で、やっぱり地雷ってね、被害は減ってきてるんですけど、なくならないんですね。ですから、その国際的に監視をするということと、我々のような NGO が現場で粘り強く地元の人たちと協力しながら活動を続けるということが重要かなというふうに考えております。今後も頑張ってまいりますので、ぜひご支援をよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。穂積さん、ありがとうございました。